礼します。さすがに忙しいんじゃないかなって思うね、うん、あ、ごめん突然。あのさ、今逆突やっててさ本当にアポなしでやっててでまだ音乗っけてないんだけど、音いいっすか。自己紹介お願いします。おらよ、ね、いや違います、めっちゃ似てた。でも今マジズハくん。ズハです。いや、ガチ嬉しいんだけど。何マジで嬉しいの本当に。嬉しい。なんかガチアポなくてごめんね本当に。ガチでアポないのもなんか嬉しいわあ本当。いやでも出てくれると思わんかったわ。何。いや忙しい、忙しいかなと思って。いや忙しない、俺今から進撃の巨人全部見ろうと思ってよかった。俺ついもうほんと3秒前ぐらいにツイートしたよ俺リスナーに。あ、そうなのね。進撃を見切るわって。あ、なるほど。あ、じゃあだいぶ今もうあれが進んだんだ。進んだ進んだ。いやでもこの間もねちょっとエイペックス遊ばせていただきましてね。いやー楽しかった。いやありがとうございます本当に。噂によるとあのあれなんですよね、ちょっと今回50万人記念という形で、うん、あ、ありがとうございます。50万人。あ、50人突破して、ありがとうございます。あきです。今50人突破させていただいてまして、はい。あ、50人に逆突する。そう。でズハは今15人目ちなみに。おーい、結構。終わるかな。結構でもかかりそうだね。結構かかりそうかなみたいな。そう。今最近どうすかズハくん。この間喋ったばっかだけど、エイペックス。最近ごめんね雑なデッキで。もっとデッキ用意した方がいいよ。あ、でもいい、ちゃんとしたデッキもあるから。じゃあ、あ、あるんだ。あるね。あの、じゃあ、最近調子いいよ。調子いいや、オッケーオッケー。じゃあ、ズハの悩み聞いていいですか。悩み？うわ、どうしよっかな。急に出てこないんだよ。いや、マジで相談乗るぞ、全部。うわー、配信じゃ言えねえな、でも。まあ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 、あの、そこだけ隠すわ。じゃあワンチャンカットして。アーカイブカットするから大丈夫。悩みないか、もしかして。なんか、うん、俺も引っ越すんだけど。お、マジでついに。家具どうしよう。あー、なるほどね。うん、俺ちなみに家具何が必要なんだろうって。家具めっちゃ揃えたよ俺。マジで。マジでなんか言ってたよね。やばい本当に。あのね、ハマる家具集め。これはマジで買ってよかったってあった？あー、どうやろうな。なんかソファーとかって、座る？座りたい座りたい座りたい。あー、うん、やっぱソファー、リビングにソファーとかやっぱいいの置いて、あとなんか、うん、でかいテレビ買うじゃん、うんうん、やるとよりあれ楽しくなるよ、多分ネットフリーとか見るの。快適ライフで。ソファーね。え、柔らかめ固め。俺でもふかふか系、柔らかいね。あ、え、だって多分 PC とかで見てるでしょ、うん、多分ネットフリー見てる見てる。いやもうちょっとでかいテレビで見なよ。まあ確かにせっかくならね。そう、それはおすすめか。ソファー買うわ。そう、ガチ買った方がいい。ベッドもいいの買った方がいい。あ、ベッドは俺絶対こだわる。だって毎日寝るじゃんだって。いやそうですよ。そしたらもう睡眠の質を高めた方がいいから。椅子はちなみにどんなん使ってる？椅子はなんか椅子とかこだわりないんだけど。あの配信してる時だよ。パイプイ、パイプイ、パイプイでやってんのお前。ケツ痛そう。え、配信してる時俺ゲーミングチェアよ。あ、チェアなんだちゃんと。そうそうそう。あ、いいやつで。あ、よかった。ワンちゃんとか破壊したりしない？いろいろ大丈夫？いやだからもうどうしようね。そういうのもでも考えて買わなきゃいけないのか。いやそう、俺どう、え、ちょ、俺マジ買ったら相談するわ。なんか逆に俺も。あー、何、生物？生物。あー、相談して。相談します。乗れないけど全然。いやまあでもずーっとちゃんと書いてるなら。あ、帰るか。あ、何？あ、いや違う、あの、いい、あの、いい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 、参考、いい参考、いい、はい、ガチでありがとう、本当に今日は。終わった、逆と逆と。そう、お互いパクったから。お悩み聞きたいなと思って言ってたんですけど、なんかあんまお悩みないとない。もう一個じゃ出そう。もう一個あるんすか？お悩みある？いいよ、なかったらね。あるあるある、出す出す出す。なかったらいいよ全然。俺まだ、もう俺まだある。もう1時間行く気だから。あ、本当にマジでいいんすか？あ、どうしようかな。全然映画見れなくなっちゃうけど、アニメ見れなくなっちゃうけど大丈夫。あれね、あれね、簡単で、簡単で美味しい、うん、手料理。簡単で美味しい手料理。
が知りたいな。卵かけご飯以外で天津飯で。オッケーオッケー。天津飯ガチで簡単でうまいから。どうやんの？ちょっと話せば長くなる。でもそれはオッケー。じゃあ進撃の巨人見ていきまーす。オッケー、ありがとうね。また今度遊んでよ。あー、もう何でも呼んで。本当にガチで。うん、オッケー。じゃあねー。オッケー、お疲れ。またねあ、すいません、夜も遅くに失礼します。すいません、音声乗っけても大丈夫ですか？あ、すいません、自己紹介お願いします。どうも、エレン・イエガです。うわー、もう進撃に染まってるエレン・イエガさんだ。すいません、なんかこの時間に。見る？一緒に。あ、俺まだ見れないんすよ、それが。今流そうか。あー、だバンされちゃう、俺の配信だよねー。はい。あ、でもやったー、起きてたんだ。起きてた。あ、あれだ、ちょっとね、今ね、あと40人ぐらいのね、うん、なんとかできて。一体今何人目？今ね、41人かけさせていただいて。そう、ちょっとでもここら辺で俺ちょっと心のやっぱ安息欲しいなと思って、ちょっとまた。そうだよね、これはもう1には数えちゃダメだから。これはそうだ、ダメなんですけど、ちょっとやっぱお前の救いが救いが欲しくてちょっとかけちゃったわ。うわ、どうしようかな今回の悩み。今回悩みは、いいですか、今回の悩み聞いて。どうしよう、もう質問あるんです。ありがとう。え、何？あ、大丈夫です、全然。うん、どうしよっかなあ。全然なんか、せっかくなんで違うデッキ。いやいや、それはもうほんとここは1時間ぐらいかけたい。あー、逆にそば枠1枠で足りるかな。どうしようかなー。あー、どうしようかなー。あ、なんか別のデッキとく。あ、あるの？あ、そっちの。あ、別のもなんかね、10個ぐらいあるから。あ、そんなにあんの？そう、めちゃくちゃあるよ。じゃあちょっとそっちからやってますね。ちょっとそっちやぜ。じゃあそうだな、ずこだったら、もうなかなかまだなんか明確な、うん、答えが来てないデッキあるんだけど、うん、それ言っていいか。じゃあいいよ。進撃見る？あ、進撃まだ大丈夫。もうやめとくか、やめとくか。終わったら。オッケーオッケーオッケー。で、やっぱ今までデビューして、うん、一番、うん、おもろかったことって何？それお前言わせんなって、お前。え、なんかあるんすか？お前とのエイペックスじゃないんだよね。じゃないかったか。一番じゃないよね。一番じゃないか。でもあれもいい思い出だよね。一番はね、初めて、はい、ゲマズの、うん、女子と、お、はいはい、遊ばしてもらった時かな。初めて。いや、俺はもうね、鮮明に、俺初めて、俺も出てリリムさんとか言ってたもん。あ、完全もういきなり配信で裏あでバッて絡んだってことですか？いや、そうそう、俺あん全然コラボしなくて最初。ああ、そうな、同時に初めて。まあこれ思い出補正かな、面白かったっていうか。いやいや、思い出は大事。一気にこうバーッて交流がね。何のゲームやったんその時、ちなみに。覚えてない。覚えてない。あれ、ゲームは覚えてるでしょ。うん、覚えてないね。でもやっぱそのゲマズとのやっぱ確かにデッドバイデイライト。デッドバイデイライト。確かにね。5人か。でもじゃあ多分、そんちょっと、うん、アーカイブ見ようじゃん。いやー、じゃあ逆にフワッチは何だったん？俺？うん、俺はやっぱ 3D お披露目配信で、いやー、あれよかったねー。いろんな人に助けてもらって、まあその中で、まあ、クズハ君も助けてくれて。うわ、あれマジね、最高だったよあれ。いや、俺ガチで嬉しかったよ本当に、あの時。いや、俺あそこに入れてよかったもん、なんかエネルギーに満ち満ちた。マジか。え、俺ね、ちょっと、じゃあせっかくだからちょっといろいろぶっちゃけた話するけど、なかなか俺誘う人じゃないんですけど。意外とね。そうで、ズハもなんか別に誘うタイプじゃないじゃん。意外とね。意外とね。そうそうそう、だから、まあ、結構 3D お披露目の時とか結構勇気出してズハ来てくれるかなみたいな感じで、あ、勇気出したの？俺勇気出してるよ、めちゃくちゃ。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからちょっと今年はなんかちょこちょこなんか別の時も話したことあったけど、なんか、うん、フラットにまたなんかこの間のエイペックスみたいなノリでちょっと遊び誘いたいなって思ってます、うん。いや、もういくらでも誘ってよ俺ね。ほらほら大丈夫、犬可愛がってない今。違う、俺本当に。あ、ありがとうございます。いくらでもエクセなんて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 、遊ぼうよいくらでも。いや、ありがとう。ちょっとなんかまさかこんなに、うん、2回目にエモい話できるなんて思わなかった。いやいやいや、すげえよ、おめえはすげえよ。ははははは、ふわみなとはすげえよ。あ、マジね、お酒入ってるか。あ、くしくせえ。
あーなんか犬とか犬に相手してる、ね、ちょっとまた、いや、じゃああと9人頑張ってね。 ありがとうね。でもまた寂しくなったらかけるわ。じゃあ、うん、オッケー。進撃見たくなったらいつでも、あ、オッケー、言うわ。呼んでね。ありがとう、うん、頑張れー。おつー。はい、というわけでカウントにはできませんが、クザくんがまた突させていただきましたと。ありがとうございます。あいつ酔ってんのかな今。ワンちゃん何回でも客としていいぞってあのチャットねくれてて、はい、元気もらえましてね。でなんかいろいろエモい話もできて嬉しいなと思っております。元気もらったわ。